鬼の新入社員研修。新入社員の皆さんに VTR を作ってもらいます。でその VTR を YouTube で配信、そして視聴者の皆さんにアンケートを取って順位をつけていただこうという企画です。今回その企画にチャレンジする新人3人はこちら。おはようございます。おはようございます。畠山大奈と申します。北海道出身です。私の特技は佐藤健さんと一緒で肩に手がつかないことです。肩に手がつかないってどういうこと？あのここが手がつかないんですよね。絶対嘘だよこれ。嘘だえこれなんかもうちょっとグッて下に下ろせない？いやもういけないんですよこれ。無理そうですこれ。触れないっていう不便はありますか？あとラジオ体操ができません。結構大切なポイントだよね。 では続いてカイダちゃんお願いします。カイダ千尋と申します。北海道札幌市出身です。この3人の中で最年少の22歳です。私の好きなものはまず北海道米が大好きです。白いご飯がないとご飯が食べれないぐらい白いご飯が大好きです。で日本ハムファイターズが大好きです。でさらに音楽を聴くこと歌うことが大好きです。よろしくお願いします。最年少22歳ってどういうこと？3人全員バラバラの年なので私が今会社で一番年下になります。そうなのね、はい、お兄さんたちはどうですか？とっても優しいです。嘘だとっても嘘だ。嘘だ。優しくしてもらってます。なんか音楽も好きなんだ。音楽大好きです。イントロクイズなら負けませんってことは結構いろんな音楽を聴くってこと？そうですね、父と母がいつも音楽かけてる家なのですごい、その父と母が昔聴いてたような昭和歌謡から今聴いてる現代ポップまでいろんな曲を聴いてると思います。今っぽいものだけじゃないんだ。今っぽいものよりは昔の曲の方が好きです。そう、じゃあ一番好きな曲は？一番好きな曲は木綿のハンカチーフ。私も好き。いいよね。いいよね。あのカラオケ私も結構歌える。本当ですか？一緒に歌いに行きます。行こう。はい、では続いてお願いします。はい、沼田海星と申します。北海道北広島市出身です。カフェと保育園でアルバイトをしていました。コーヒーと子供が大好きです。新社会人の抱負としてはお金を貯めたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。雰囲気が確かにその子供好きっていう感じが出てるよね。あの学校の先生っぽい。ありがとうございます。安心感があるね。結構保護者からも言われてます。保護者で北広島出身ということはもうボールパーク。そうなんですもん、だからこの帰省のたびにあの工事現場に行っていや大きくなったねみたいな子供のように何でも子供のように見ちゃう。あの我が子のようにあの見てますね。はい、ではこの3人に今回はこんなミッションにチャレンジしてもらいます。こちらです。スマートフォンで札幌の魅力を撮影して1分程度の VTR で面白く、ここポイントです、伝えてください。これが今回のミッションです。最悪だ。マジか。頑張ります。ちょっとね、大変ですよねこれ。あのこれからこの会社にいると無茶振りばっかりされることになると思うので、ちょっと今のうちに慣れてもらっていきなり無茶振りですね。はい、はい、どれにしようか。開けてもらいますか？ドラフトみたいな。はい、ではオープン。見せてください。それでは参ります。よーい。エントリーナンバー1、眉毛が太い畠山大奈です。動画を撮ってきたので、ぜひみんなに見ていただいて、ちょっとネガティブな
普段の素の畠山を、皆さんに見ていただきたいなと思ってちょっと、素で撮ってきました。ぜひご覧ください。やってまいりました、札幌市の白石区ですね。今日は、僕のおすすめのちゃんぽんをですね食べに行きたいと思います。それでは向かっていきたいと思います。いや本当に鬼だと思います。とんでもない企業に入社してしまいました。ということで、着きました浜ちゃんぽんさんですね。撮影の許可もいただけたので、早速中に入っていきたいと思います。すみません、この塩地浜ちゃんぽんお願いしていいですか。かしこまりました。すみません、お願いします。ありがとうございます。ちゃんぽんです。見てください、このイカすごい丸ごと入ってます。めちゃめちゃでかい。あとホッキと粒とホタテとエビですね。めちゃめちゃでかい。いやもう大満足でしたね。本当にこの会社で生きていけるか不安ですけど頑張っていきたいと思います。エントリーナンバー2番海田千尋です。私は桜の絶景スポットに行ってきました。よくよく何回も見ていただけると毎回違った発見があるかと思いますので、たくさん桜を見ていただければと思います。では VTR どうぞ。今日は手稲駅にやってきました。非常に風が強いんですが張り切って行ってみよう。おお、いやこんにちは。手が合ってねえよ。いて。ご覧の通り桜がずらーっと咲いていますが、この長さなんと 1km、 私が641人も入る長さなんです。ブンブンブン。ここでは9種類の桜を楽しむことができます。それぞれ開花の時期が異なる品種のため非常に長い期間お花見が楽しめるスポットです。ついに北海道にも桜のシーズンがやってきました。道内の方はもちろんのこと、道外の方には1年に2度も桜が楽しめる贅沢な体験をしていただけると思います。以上、海田がガルガオ緑地からお届けしました。バイバーイ。エントリーナンバー3の沼田海生です。とにかく私は体を張りました。たくさん食べてる姿をぜひ見ていただきたいです。どうぞ。こんにちは、 UHB 新入社員の沼田です。札幌の魅力、それはデカ盛りグルメです。市電ロープウェイ入り口から徒歩1分の国一番さんに来ています。一番人気のチャーハン1000円を頼みました。ラーメン付きとのことですが、こちらです。この盛り具合はすごいですね。国一番さんはご飯物を頼むと普通サイズのラーメンがついてくるんです。チャーシューは5枚以上は乗っています。香ばしいチャーハンと優しい味噌の味が広がるラーメンの相性が抜群でした。仲のいい兄弟のようなセットです。デカ盛りですが、それを忘れてしまうくらいどんどん食べ進めていきますよ。うまい。完食しました。ごちそうさまでした。ボリュームもすごいんですが本当に美味しかったです。食べきれない場合は30円で持ち帰りの容器もあるので安心ですね。ぜひ皆さんも札幌のデカ盛りグルメ食べてみてはいかがでしょうか。最後に国一番さん、星は飯3つです。ありがとうございました。 UHB の非公式チャンネルのコミュニティでどの VTR がいいかアンケートをしています。ぜひ投票してください。せーの、お願いします。